写真拡大。ウエスタン、阪神 2-8、広島、8日、安芸市営球場。ベンチに戻る阪神、藤浪の表情は、どことなく硬かった。先発し、5回9安打4失点、3四死球。カウント有利に投げられたとは思うが、しっかり打たれている。ボール自体は悪くなかったが、気持ちよく振られていたと悔しそうにじませた。先頭打者の出塁が流れを完全に変えてしまった。5回、右打者の永井に四球を与えると、続く桑原には四球。西1、3塁のピンチから葉月の遊撃的シナイアンダで先制を許した。ここから後続の林、岩本、清水に3連打を浴び、計4点を現状。四球の後の四球はもったいなかった。西1、3塁は三振を取らないと、と投げていたが、もうちょっと打たせて取ることもできたのかなと反省の言葉を口にした。最速155キロの直球にスライダーやフォークを交え、4回までは先頭打者の出塁を許さず。ただ、右打者2人に四球を与えたり、9安打を許したことは次回登板以降の課題となった。平谷仁監督は、困難で進む太郎も良かったと言われるわけにはいかない。今後に向けて克服しないと、と話した。次回先発は14日からの道中日3連戦、名古屋となる予定。球自体の感覚は良かったと話すだけに、課題を克服し、納得のいく投球を見せたい。